トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。12月11日月曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は曇り、風は弱い北風が吹いてます。気温は10度近くありまして、暖かな朝になってます。やはりこの雲が昨日の暖かかった空気を閉じ込めてくれたようです。ただ明るくなるのが遅くて、今6時55分なんですけども、街灯がまだ点灯してます。日の出時間も随分遅くなりました。今日の東京の日の出は6時41分。今年の冬至は12月22日。これから昼間の時間の短い期間が長く続きます。7時になり、出社口を開けて鳩を外に出してます。鳩は5分間経ってもまだ飛び上がりません。これから厩舎の中に入って鳩を少し刺激して飛翔させたいと思います。厩舎の中に入りまして、飛べ飛べっていう感じで、声を発しましたら、鳩は飛び上がりました。厩舎に入った時、なかなか外に出ていかない鳩に対しては、出ていけ、出ていけって、喋りながら鳩を追い出してます。まあ、飛び出す時は飛べ飛べ飛べでいいんですかね。うん、早く飛びなさいっていう感じですね。まあ、そういう形で飛び出した鳩。ちょっと空は暗いんですけども、なかなか元気よく飛び始めてます。飛ぶ場所もぐるぐる旋回じゃなくて、東の方の空を割と厩舎から離れるような感じですね。で、飛び始めました。猛禽に首を引っかかれた鳥です。割と元気なんですよね。それほど、見た目ほどダメージはきつくなかったようです。この鳩の客観は110、110番ですよね。この110番がこの鳩に幸いしたのかななんてことを思ってます。もうじき7時30分になります。社会を開始して25分経過です。鳩はまだ厩舎の周りですね。飛び回ってます。遠征には行かないんですね。今日は私の見える範囲を飛び回ってます。遠くの方へ行っても数百メートルぐらいですかね。今日もこの私の厩舎の周りには猛禽がいないようで、鳩たちは遠征に行かずに厩舎の周りの旋回をしてます。飛び方はそれほど鋭くないですね。一時期のこういいなっていう感触にはまだならないですね。まあなんとか飛んでるなというふうな感じ。もう少しピリッと飛んでほしいな。昨日からまた餌の量を少しずつこう減らしまして、ダブついてるお肉を少し落としたいなと思っています。また社外時間もそれほど長くないんで、気持ち少なめ少なめにと思って与えようと思っていますけれども、優しいオーナーですから、追加で一握り追加で一握り与えないで、済むようなことになればいいなと思ってます。あとはもう少し飛んでいってくれそうですね。ただいまの時刻は8時になりました。社外を開始して55分が経過しました。この時点で今鳩がポツポツ降り始めました。というかもうみんな降りてきましたね。今日の飛翔時間は55分。飛び立ちが悪かった割に、空が暗い割によく飛んでくれたなと思います。このくらい飛んでくれればいいですね。まあ、目標は1時間と思ってるんですけども、まあ、55分、これだったら今日の車外は十分だと思います。このまま屋根の上で遊ばせて8時15分頃ですね、呼び込みたいと思います。まだ入社口は閉めたままなので、この鳩たちは入れません。1時間は入り口を閉めたままにしておきたいと思います。これは私のもう気持ちでできますから、餌とは違いますから大丈夫です。餌の方はどうもちょこっとちょこっと余分にあげちゃうんでね。鳩が寄ってくると可愛いんですよね。どうしてもあげちゃいます。
悪い習慣は治りません。まだ飛んでる鳩いますね。もうちょっと飛び足りないということで飛び回ってる鳩がいるようです。今日はこの時期としては珍しい迷い込みバトルの入社がありました。レースで帰還できない鳩が迷い込むということは、たまにあるんですけども、今日迷い込んできたのは、隣の連合会、西村市連合会の A 級車の鳩ですね。入社間を反対側にして、取り付けて、飛ばしたんですけども、なかなか飛び立ちませんね。この時期この迷い込んでくる鳥、これ猛禽恐怖症なんでしょうね。多分この A 級車の周りも猛禽がいっぱいいて、もう車外すると猛禽ということで、鳩が嫌がって厩舎に戻りたくないんじゃないかななんて思います。そういう点では数日前まで遠征に行ったりして、うちの鳩ずいぶんいじめられて数も減っちゃったんですけども、昨日今日と厩舎の周りぐるぐる回ってる分には猛禽がいなかったようで、割と鳥が落ち着いて飛んでくれました。このように猛禽がいなくて落ち着いて飛ぶのが鳩の体力強化につながるのか、猛禽が出てやはりダッシュで1時間半とか2時間とか飛ぶのがいいのか、この辺は微妙ですね。うちの場合今のこの時点であればもう猛禽は十分です、出なくていいですということでお願いしたいなと思ってます。今日の社外も無事終えることができました。日々こういう日が継続してほしいなと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。